まこなこです。第13話やっていきましょう。これはなんだろうな、目に優しくない、なんか弱い、そして見たことのないマップ。まずは出陣だけやっていきましょう。では行きましょうか。アリティアへ急ぐマルスたちの行く手に突然グルニアの大戦車部隊、それは別名グルニアの木馬隊。あー、こんなのあるんだ。プッシュンプッシュン、不気味な音を立てて巨大な鉄の箱が動き始める。なるほど、鉄製なのか。この巨大な敵を相手に果たして勝利する道はあるのだろうかということで、まずここに村が一つある。あ、結構縦長だね。そして部隊が3つに分かれてるかのような。で、真ん中に家も一つあって、狙うはここギガッシュ。こんなのいるのか。が、盗賊がいるから早めに村だけは確保しないとダメ。で、この場所が通れるかどうかがわからないんでね、ここのブロックになってるところ通れないということはないか、さすがに。で、あとここに買い物できる場所があるといったところかな。とりあえず村目指しましょう、全員で。それから先は考える。で、シューターは確か2マスだけなので、そこまで恐れる必要はないと思います。ナバールもあと少しでレベルが上がり終わるんで、まず真ん中あたりまで部隊集めましょう。そしてなんとかトムスを今回活躍させたいので、トムスにこの今までやってきたロジャー武器を渡し替えて、そもそもいらないかなっていう気もねするんだけどね、どちらもね。真ん中確保向かいましょう。村はもうとっととキープしてもいいかもしれない。これ入れるよね、大丈夫か、びっくりした。入れなかったらどうしようかと思った。防具まで頑張ってもらう。では全体的に前に出しておきます。では敵のターン、どのように動くか。あー、なんか一人だけ勇者がいるね。そして盗賊は一直線ではやってきてない。即座に村に関してはキープできそうなので、で、これも多分このブロックのところは移動力必要なのか、なんか通ってくる気配ないね。今盗賊も通ってくる気配なかったけど、ここからか。どうするかな。もうとっととまず村入りましょう。マルスは尋ねる。ああ、マルス王子ですね。私はディールの戦車兵ベックと言います。これもスーファミ版には出てきてない。戦いに敗れてこの村に隠れていた。一緒に戦います。このサンダーボルトさえあれば。これはどうなんだろうな、一発で倒せるという話なんだけど、そもそも移動が届かないんだけど、どうする。これで敵が接近すると多分反撃できないはずなので、これでそもそもでも倒しきれてないのか。ゴードンはさすがに届かんか。ならばマリックでまず片方だけでも確実に倒しましょう。そっか、こういうユニットも仲間になるのか。最大 HP ね、マリック上がってくれるから、これがすごく助かる。で、一方この方向、ここはとっとと奥まで倒してしまった方がいいように思う。あとはまだ前に出せそうにないので、移動力はファイヤーガン、移動力は4、1、2、3、4、この辺りまでであればまだ大丈夫。ではトムスにアイテム受け渡しましょうか。これで今回ファミコン版のみのロジャーが活躍ね。これでおしまいということに。できればねファミコン版に出てくるのだけで
やりたいなとかね、考えもしたんだけど、さすがに、ちょっと厳しかったね。難易度が厳しいというよりかは、全体的な流れ的にね、それを許さないかのような。もう一つのキャラクター強くしていくんであれば、それも可能だったかもしれないけど。こんなところかな？じゃあ続いけていきましょう。うん、オグマであれば全部防ぎきれると思うけど、そっか、サンダーボルトか。多分魔法ダメージ扱いになると思うので、そうなるとどうなるのか。また盗賊が迫ってくるけど、村はすでに取ったはずなのに、盗賊がまだやってくる。下も誰か対応しないとね。なるほど、そっちが来るか、マルスの方に。あとこの勇者結構接近してたけど、あー、これアストリアか。アストリアもかっこいいね。1234567、うん、多分動かないのかな、あの場所から。ならば大丈夫だと思う。まず上終わらせましょう、ナバールで。とはいえこれは倒しきれないか。これでナバールがレベル20になったので、あとはアイテム来るまではのんびりとさせておきましょう。これが攻撃力どれぐらいかがわからないんでね。で、守備力も高いので、まあ、せっかくだからこれ一回使っておきましょうか。サンダーボルト54回数使える。うん、やはり魔法系の扱いになってるからか、あっさりと倒してくれた。これ下抜けることできるね。ならばマリックは下に合流。どうするかな、次も1234だから、マリック寄せて倒すという手もあるけど、とりあえずこれで少しダメージ与えましょうか。いや、与えらんないか。そっかそっか、途端に厳しくなったな。となるとオグマ下げるか。あんまりオグマで経験稼ぎやらせたくはないけど、もう仕方がないけど、そもそも倒しきれてない。武器レベル、素早さ、最大 HP となるとシーダ突っ込ませて、倒せなかったら話にならないので銀の槍を使う。いやー、待ってくれ、それは想定外だ。ダメージ与えらんない。マルス、じゃあマルスで、これもダメかな、鉄の剣じゃ。1ポイント。となるとこのリンダを持ってこないとダメ。あ、ミディアは武器がないままだな。トムスでアイテムを出しましょう。一方もロジャーは上の方行ってのんびりとしてもらいます。この上の方のこの部隊も合流が難しいので、いや、通れるかな、ゴードンであれば。いや、通れないね、このブロック塀のところは。これで様子見ましょうか。ああ、そっか、ミネルヴァはサンダーソード持ってたな。これならば大丈夫でしょ。リンダもレベル上げたいんだけど、ミネルヴァも活躍してもらいたいね、気がするしで。これで終わらせましょう。あとは下から来るあの3部隊をどうするか、オグマをそのまま当てるか、それとも、あ、それ想定外だな、盗賊は攻撃やってくる。そこまでダメージ受けないからよかったけど、
力と守備力、いいステータスが上がっている。これ挟まれるとどうにもならないけど、左側が動かないこと願って、動かなかったならば、まずはリンダでここまで行けるか。ここまで行った際に1234 1 2、ジュリアンで盗賊を倒してもらいたかったけど、それもできない。途端に打つ手がなくなってきた。これもマリックもここまでだけど、これ倒しましょう。あとはリンダでなんとかなるでしょう。ではリンダ動かして、ここまででサンダー多分倒しきれると思うけど、うん、お見事。あとはシーダでこれ倒しましょう。もう銀の槍でいいかな。なんかね、シーダは本当力が弱い状態が続いてるから、ここら辺の強い武器使わないと一向に倒せないんでね。ナイトキラー、そろそろ預かり所も枠がいっぱいなんで整理しないといけない。マリアはマルス回復。ここのステージでマリアの経験値稼ぎできないかな。砦には入れるんだけど、多分シューターは攻撃届かないんだよね。となるとどうにもならない。敵のターンには何もやってこなかったので、これ先に突っ込んでもいいんだけど、後ろ側から来るのまず追い払いましょう。マリックあたり置いとけばなんとかなると思う。あ、これ動き出したな。だけど多分マリックが射程内に入ってるから動いたんだと思いたい。今結構ダメージ食らったぞ。あまりダメージ受けないことを前提に敵の足止めやろうかと思ってたけど、そういうわけにもいかないとなると、オグまでここら辺を塞いでもらって、一方前方どうすればいいか。1234でこの手前側出すと敵を襲ってくる可能性がある。となるともうミディアでこれ接近して離す。アストリア、うん、この2人は雰囲気がもうスーパーファミコン版とほぼ同じだね。特にアストリアは。アレスは解放された。人質も全員解放されて、今はアステリアとアリティアと戦っている。ドルー相手にもう一度戦えるんだなということで、ここで仲間になるので、なんだろうな、しばらく会わないうちに、なんだろうな、女らしくなった。なるほど。これスーファミ版でそんなセリフあったかな。いや、想定外だな。これ全部倒しきれるかと今思ってたんだけど、となるとこれを回復して、一気にマリック前出して、あの1体だけでも倒さないと。2体残ってると下手をすると倒される可能性があるんで、倒しきれると思いたい。よし、あともう1体はそばの舞台で全員で囲ってしまえばなんとかなるでしょう。もう囲えるほどの移動力がなさそうなんだよね。厳しいね。ここでサンダーでオーラ使うという手もあったかな。1ポイント足らない。あとはじゃあミネルヴァでサンダーソードで終わるはず。次はもう後ろからやってくるの全部追い払えば
進めばいいだけになるんで、 HP 上がらんか。後ろからやってきた部隊はオグマ行くけれども、敵はストーンだと多分魔法系じゃないから、オグマの守備力あればなんとか耐えきれるかもしれない。ではここ鋼の剣で、いや違うな、この敵はファイヤーガンだ。全部が全部ストーン系の武器ではない。クイーンクレインも多分物理系だと思うから、もう後ろは全部オグマに任せて、残りは前行きましょう。さて右側は問題ないか。どうするかな、オグマで右側ダメージ与えて、鋼の剣よりかも銀の剣で倒しきって、このあとなんだよね。このあとリンダ突っ込ませるか。ああそっかそっか、リンダ突っ込ませて後ろからミネルヴァで塞いでしまえばいいのか。そうすればここはもう肩がついた。では上下の村入りましょう。尋ねる。戦車に有効な武器はサンダーボルトだけだから、接近して攻撃するしかないね。もう一個はこの国もアカネイアと共に戦ったのです。しかし神将軍に敗れてグルニアに占領されてしまった。でもこれでやっと自由になれるのですね。だがこれ出れないんだよね。となると角まで持ってって敵誘い込むとかするか、もしくはそもそも何もやらないか。4マスだから1234の12だから、ここにマリックあたり持っていけばいいんだけど、敵が一斉に来られるとどうにもならない。回復してからじゃあ突っ込ませておきます。さてここの様子見てみましょう。後ろが寄ってきますね。マリックが全部倒してくれるんであればありがたいけど、結構な回避率上がってるんで、今 40% ぐらい当たる確率だったんで、12ポイント。ここで倒さないとエクスカリバー使うという手もあったけど、反撃くる。うわそれはそれは想定外だ。そうなるとどうなる。マリック突っ込ませるか。だからマリック突っ込むと後ろ側1234 12だから両方来てしまうんだよね。上から一個一個削りたかったけど、まあでもマリックはここでまだ倒される値じゃないから1234このままでいいか。一方右側はこれ倒しましょう。リンダのレベル上げも兼ねて、うん、あともう一ターンかかる。オグマあとは前出しておけばなんとか対応できるでしょう。この敵は戻ってった。そんな変な動きすんの。1234これ誘われてるな。だがその誘いに乗らないと1234もしくはまあこっち側か。1234回復済ませたいけど、これでもセットで来られると1234ダメなんだよね。ということは1234 12だから、置いとけば上側の敵はそばに寄ってくるでしょう多分ね。ではこの方向でリンダ倒して右側、この方向は一服。あとはこの辺りも持ってけば問題なく左側も倒せると思うので、無理に急がずでもいいかもしれない。特にミネルヴァで移動力あるんで一気に詰められればね。これでどうなるかで、あなるほどなるほど、
回復のためにあそこに来てたのか。もう一旦待つべきだったな、それならば。うわー、マリックよ、かわされるのは勘弁してほしかったな。アルスもダメージ受けたんでね。まだ後ろの接近が、あー、届くことは届くな。上だけでも確実に倒しましょうか。ここオグマで銀の剣使ってでもいいので、これでまず一服。素早さ最大 HP が上がった。これだよね、6ポイントしかダメージ与えてないから連続で当てても倒しきれはしないとなると、マルスを前に出すか。玉よけ要因、で、マルス前出して、ここら辺防衛ラインを引いておけば、問題ないでしょう。あと、この場所の買い物。これ武器屋。特段も買うこともないかな？今ある武器でやりくりできるでしょう。次、これは前に出てきた。ならば、あとは、またオグマで倒すか、それともといったところ。この後ろは1234、1234、ここまで行ったらダメか。となると誰か一人突っ込ませてとっとと倒すしかない。あー、マリックはダメなんだよね。いや、もう一回奥までなんか考えるのはね、疲れてきた。奥までどんどん倒してもらいましょう。で、次は1234、この木のところにマリック持っていきたいんだけど、まだ HP が少ないんで、回復し終えてからリライブ使うかな。一気に回復してもらって、あの場所まで行きましょう。一マス届かない。では、マリック動かしましょう。これでまた、様子を見て。多分、こんなことしなくてもね、片方、両方いっぺんにやってくるっていうことはできないから、ここ1234、ここに置いといてもね、なんとかなったかとは思うんだけどね。今のマリックの一つ下の場所ね。いや、そっか、そもそもあれ目の前に木があるからまっすぐ来れないんだ。1234、でも来れてもおかしくないんだけどな。となるとマリックはここを置いて、これでまた様子見。多分寄ってくるとは思うんだけど、で、後続部隊は寄ってこれないんで、マリックもあと少しでレベルが上がりきってしまう。ここはもう突っ込ませるわけにはいかない。そしてこの敵の攻撃が弓系に対して何か特殊効果発動するのか、与えるダメージ大きくなるのかがわからないから、ミネルヴァを前に出すことができないんだよね、今ね。出したかったんだけど、ミネルヴァでも経験稼がせたいけど、今それができてない。さて、もう一体やってくるでしょう、多分このターンで。結構地味な戦いをせざるを得ないけれども、必殺が出て一発で終わってくれた。ここはリンダモンを経験稼がせたいけど、1234、怖いんでね、下手をすると一発で持ってかれそうなんで、思った以上にね、 HP が少ないんで。
あとは、おっと、向こう盗賊やってきた。多分勝てると思うけど。そして下側の投石もやってきて、うん、まあ、一回ダメージ食らってもね、あと少しで終わるのでいいでしょう。まず上からなんとかゴードンもレベルを上げきりたい。ナイトキラーを持っていた。うん、力が上がってくれるのは本当ありがたい。さてどうするか。これ遠距離でやらないと寄るわけにはいかないんでね。接近するとダメージ食らうから、城の中から。うん、これはリンダで突っ込ませましょう。オーラ使ってもいいような気はするけど、6ポイントかわして6ポイント、さらにあとは城の中を倒してしまって先に、そしてその後もう一体倒せば、これはダメージ与えられないかな。1ポイントのみ。もうマリック突っ込ませていいかな。6ポイント、18ポイント、あと1ポイント、あと1ポイントか。盗賊ちょいと厳しいか。シーダも多分与えるダメージ少ないから対応できないと思う。そしてこの間にリライブの杖敵使ってくると思うんで、またやり直しになってしまった。どうするか。ここをサンダーソードでまずダメージ与えて、できればリンダ育てたいからリンダでやれば大丈夫のような気はするけど、もうオーラ使いましょう。なんか自分のプレイだともう最終話まで全部ね使用回数残すような状況になったりするんで、使えるときに使っておこう。あとはこの敵倒して終わらせます。これであとはマルス入れておしまい。意外や意外、今回は本当にスムーズにクリアできたかと思います。あれ、この敵はなんか見たことあるな。だが覚えておくがよい。神将軍の黒騎士団がもうすぐお前の前に現れる。これ城内戦というわけではないのかな。この世界で最強の騎士ブラックナイツの神様が跡形もなく打ち砕くであろうということで、無事クリアすることができました。今回は比較的早く40分以内にクリアできたのでテンポよく進めたかなと思います。またこの続きやってきますので、ぜひ続き興味ありましたら次回もご覧ください。ではでは。